京ダイアログの皆さん、こんにちは。そうだよ、白いんだよ。山の上に行きます。乗り場を関門なんていう。あの左側の山に何かリフトかけられませんかね、先生。さあ、春日さん、西村さん、ヒデ妖精のスキーの腕前が見えますよ。ねずこ、ねずこ、鬼滅見た？見てない。見なさいよ。見たふり見たふりしといた方がいいよ。俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けないって言ってれば大丈夫。これ皆さんお気づきかな？ We are スカダイラーズ。気づいて。スカダイラーズ。そう。ちょうど鬼滅の歌が流れてきたぞ。どっちでもいいよ。うん。しかもそうだね。何もしない。修学旅行の学生くらいだよ。リフト乗り場を関門なんていうやつは。いいでしょ、久しぶりに乗ると。いいっすね、リフト。例年の9割減ぐらい。そうだね、大体そんな感じだね。でも YouTube とか見てくれて、うん、なんかうち来てくれたお客さん結構いる。そうだよね。ありがたい。ありがたいです、ね。あの山に、あの左側の山に何かリフトかけられませんかね、先生。あの左側の左側の山のちょっところにちょっとリフト。あそこまで行けば。ここまで行けば。滋賀白馬に勝てる。勝てるね。そして菅平には俺がいる。勝てるねこれ。うん。まあそこにリフトかけて。かけたらこの先こうなるから大丈夫だって根拠を示さないといけないね。まず根拠を。マダムの皆さん入れますよ。さあ、春日さん、西村さん、ヒデ妖精のスキーの腕前が入れますよ。春日さん見てんのまだどうかな。華麗なスケーティングですね。さすが元野球部キャプテン。ずっと降りてっていいよ。あ、普通に滑れるね。背中めくり上がってるけど。全然大丈夫だ。今日ちゃんとおもちゃ持ってきたからね。あ、持ってきた。だけ、たまたさんそうだね。細かいとこ見てるでしょ。もう見てるね。急坂登り終えると多分北アルプスが見えるはずなんだけど。乗り継いで頂上行くみたいな。ゴンドラがあったりね。ゴンドラはちょっと新しくかけるのは危険かなと思う。それだったらあのさっきの猫だけの頂上行きたいんだったら、リフト3つぐらいで何年
年化計画でね、一本立ててみたいな。そうした方がたくさんの人たちが行けるような気がする。修学旅行とかのスキー始めてやって3日目ぐらいでチャレンジして1本目から2本目まで行ければ OK みたいな。そう、ゴンドラだと帰ってこれないから長すぎて。あ、人も来てほしいっすよね。うん、日帰りでもいいから。そうそう、ほら見えた。近くに見えるね。すごいすごい、うん、おお、ちょっと霞んでるとこもあるけど、そうそうそう、すごい。へえ、猫岳の頂上から天気がいいと日本海見えるから。へえ、猫岳の頂上ってどのぐらいでしたっけ。ここからスノーシュー履いてれば1時間半とか2時間あれば行けるんじゃない。そうそうそう、オッケー。国道物管理センターまでお越しくださいませ。行きます。よっ、よー、オクラも あそこ行ってみる。どこ。あれ無理。オッケー、もういいよ。そうそう、もうね、普段ならね、平日はもう学校の団体でいっぱいなの。緩やかなコースが多いからさ、楽しいよね。うん、まあ中学校なんてこんなウェーブさ、3日目はみんな行けるようになるから。うん、そういう成長の足跡を俺は撮影して親に届けてる。そう、ジャンプ行きましたなんとかクリア、なんとかクリア。来た来た、バンクを越えてきた、バンクを越えてきたぞ。いいね、いい内股してるね、いい内股してる。うん、そっち急斜面だけどいいのかな。こっち急だよ。 向こうがなだらか。急でもいいけど。お、急斜面行ったいいねー。お、うまい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 。いいねー、イデオ製スペシャルだね。ハハハハ、お疲れ様でした。
多分足が限界でしょ。ナイスチャレンジ。煉獄さんかと思ったら違いました。ああ、終わって終わった。ナイターもやってるとこあるんですか。ナイターある。日の出ゲレンデ。抜けたな。そう。団体のツアーバス自体が営業してないから、だから家族単位が多いね。ただもう学校はもうすべて。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。今年勝負の年なんで、あの詳しくは言いませんが、はい、勝負の年なんで、頑張ります。ありがとうございました。